例えばもうこの足の力だけでこうやって上体が少しひねれてれば足をついた瞬間にふんふん、これができるんですけど、上体がひねれてないで打点に入ってる方っていうのはこうやって力が出せない。よし、準備の段階1じゃないですよ。テイクバックのタイミング、パッ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 、そう、それです。できたらですね、3回同じところに打たないようにっていうか、ちょっと内訳の練習として、こう同じコースに3回まとめないように したいですね。はい、ロブなしです。ってことはハーフバンドの処理で、ボールの判断、準備の速さ、コンパクトな感じ必要です。はい、はい、割とファーストボレーの質問が多くて、今日テーマ的にファーストボレーありますよね。で、今見てていただいて、こう最初に構えた形がまずこう、まあ、ストレートに打つ基準だとして、できるだけボールの後ろをしっかり取っていく、あのリターンの時にボールの後ろを取るっていう風な感じ、ストロークの時にもう真後ろからこうボールに力を伝えていくような、早めにこのバランスに対して、例えば僕逆クロスだったらこういうふうに伝えていきます、ストレートだったらこういうふうに伝えていきます、この押しみたいな感覚を今日ちょっとテーマにしていただいて、ってことはボールの軌道を早く判断する、目線もボールに合わせる、力が入る打点の形でバランスで入っていく。では正解じゃない形っていうのは、このラインにボールが飛んでくるとして、ここはしっかり後ろに入れてます。で、これ全然入れてないです。これも入れてないです。バランスがいい状態でボールに入るようにっていうことを心がけると、多分僕のボールって弾んでから伸びてくると思うんで、後ろから前に勢いとプラスしてパンチが効いて伸びが出てるっていうところ、そこをちょっと目指していただきたい。はい、ストローク側はとにかくやっぱり押しが効いてくるボールに対して、テイクバックが大きくなってしまうと、やっぱり差し込まれて、半澤さんのこうさっきのこう食い込まれてるようなミスっていうのは、まずテイクバックの段階でちょっと大きいですね。だからもう少し小さくしておいて、なおかつ小さい力で力を加えていくのに、こう少し前に越えていく動きだとか、例えば前に行けない時間的な余裕がない時は、例えばもうこの足の力だけでこうやって上体が少しひねれてれば、足をついた瞬間にふんふん、これができるんですけど、上体がひねれてないで打点に入ってる方っていうのはこうやって力が出せない。だからこの感覚を、これリターンにも通じるところですけど、この下半身から上半身に伝えるあの運動連鎖でコンパクトな感じをちょっと意識していただきたい。特に注意するのはやっぱりインパクトです。あんまり振りすぎない感じですね。振りすぎない、うん、こうやってあんこれで割とここまで回ってる感じ、今素振りで、うん、別にそこのフォワードスイングからインパクトまででいいわけです。バーン、そうそうそう、あとは惰性でいけるんで、ダン、惜しい、リラックス、打ち終わった後のすぐのステップ、打ち終わってからすぐのステップ、相手がインパクトする瞬間には必ずステップして見てる、構えてステップ、スプリットステップ、スプリットステップ、スプリットステップ、ステップ、
ちょっとストップいいですか。ストローカーで打ち終わった後のバランスがこう崩れたまんま次のボールに対して反応してるっていう風なケースが結構多いんですけど、例えばスピードが上がりすぎて次の構えが遅れるんであれば、もうちょっとスピードを落としてもコントロールバランスが崩れないように次っていう風な感じの動きの方がいいですね。もっとより意識してください。はいはいっていう時にはもうスプリットステップしてるぐらい、すごいもう大げさに構え早く、もうこうやって相手が打つ前に1回スプリット相手が打つ前にっていうか、こういう感じでこうやって打って、こうやって足踏みをして相手のスプリあのインパクトの瞬間にスプリットステップって感じです。ちょっと1回いいですか。で打ってパン、これ今このぐらいの感じ、ボールのスピードが速くなくてもごめんなさい、はい、打ってタン、打ってタタタタン、打ってタタタン、こういう打った後タタタン、こういう動きです。わかります。ステップってただ足踏みを踏むだけでも次のこう動作が軽くなります。はい、はい、そう、そしたら今次のボールも取れそうだった。はい、そう、 OK、 そう、 OK、 そう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 、構えて、ペアが打ったボールに対してこうそのコースの真ん中に相手の正面に入っていくような感じでフォーメーションができるといいですね。うん、手だけにならないようにボレー、足しっかり使ってセット早くして、そう、ペアの打ったボールに対してポジショニング両方、ストロークもボレーも打ったボールに対してポジショニング、相手の正面に、ボレーヤーは相手の正面に入る、正面に、 OK、 惜しい、足で行きますよ、足で、そう、足でボールを見極めるの早く、構えて、 OK、 打った後、そう、打った後すぐ、ナイスショー、コンパクト、よし、おー、いいボレー、今の真後ろから押しが効いてます。低いまま、惜しい、ちょっとコンパクトに引いて、惜しい、伝わってない時はもうちょっと前に入っちゃう、そう、コンパクトに振りながら少し前に入っていく、打点の幅を長く取る、ボールに力を伝えるために前で構えて、前で、よし、 OK、 そう、打ったボールに対してポジション変えていきましょう、ペアの打ったボールに対して、そうそう、これは
さあこれはコースに対して、おお、ナイスキャップ。次はカバー、そう、惜しい惜しい惜しい。ポジショニングができてます。よし、準備の段階1、1、1じゃないですよ。テイクバックのタイミング、パッ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 、そう、それです。はいはいはい、このタイミング、そうで、 逆にそのなんか疲れちゃうのって結構オーバーパワーなんですよ。もう全然、もっと全然6割7割でいいんですよ。だけどこうやってグッグッグッってこうやって最初の始動の時にグッって入りすぎてる。うん、ナイス。よし、オッケー、おー、いいボレー。し、うん、惜しい惜しい惜しい。Okay、小さくコンパクトに、惜しいな。少し振り幅小さく。井上さん。じゃあ。し、さあ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 。変わります。はい、変わります。